僕、君たちを迎えに来たんだ。お兄さんと来てもらっていいかな。まあ、その前にいろいろ遊ばせてもらうけどね。君たちと会うの楽しみにしてたんだからさ、もっと遊ぼうよ。こうやってさ、すごいな君、本当にすぐに治っちゃうんだね。すごいすごい、ずっと遊んでられるんだ。目ん玉くり抜いても再生するのかな。やめろ。動くなよ。やめて。もうやめてください。お兄ちゃんにひどいことしないで。うるさいな。君の方がよっぽどひどいじゃないか。腹減ったら兄ちゃんを食べるんだろ。お前は化け物だ。二度と出てこないように檻の中に閉じ込めないとね。人の妹に何してんだ。礼をするぜ。バカだね。さっさと始末すりゃいいものを。おかげでこっちは楽できたけどな。熱いが足りてないんじゃないか。それがどれだけ投与してもウイルスが無効化してしまって。ふん、ピューパウイルスか。万能ウイルスもここまで来ると考えものだな。見ろ、さっき取り出した臓器がもう再生している。これはもう人間ではないな。拉致って解剖する方がよっぽど神経おかしいだろうが。勘違いしているようだな。これは拉致ではなく隔離だ。安心したまえ。私たちはあの女とは違う。
君たちのデータは人類の未来のために交換させてもらう。その割にはずいぶん楽しそうに解剖すんじゃねえか、この変態野郎。異性がいいのは結構だが、状況を考えることだ。Bブロックにいる模様。了解、発見次第捕獲する。なんだこれは。お兄ちゃん、どこ？これは一体。助けてくれ。化け物が。化け物？目標発見。お兄ちゃん、誰かにいじめられて、なのに私お腹が空いて。拘束する。念のため四肢切断の後、切断面を金属で保護しろ。了解。山本。おい山本。あ、てめえが妹を守るだ？笑わせんなよ、クソガキ。あの日初めて浮かした時も、この施設に来てからも。でも大丈夫だよ、お兄ちゃんが守ってくれるから。私もう化け物でも大丈夫。夢。
もう少しゆっくり食べ。夢が食後に見せる表情がたまらなく好きだ。上気した顔、いつもと違う大人びた表情。生き餌になったのも悪くない。一人でいると倒れてしまう。二人いれば倒れないかもしれない。お兄ちゃんだから、何があっても嫌いになったりしない。話さないよ、絶対。夢は俺の妹で、俺は夢の兄ちゃんだ。おいしい。クマさん、怪我しちゃった。怪我？昨日ね、お父さんに踏まれちゃったの。元気になる？ならない。クマさん高いな。でもヘアピンのお返ししたい。どうしよう。ボクちゃん、お嬢ちゃん、こんにちは。はい、これ。今向こうでお客様感謝祭の福引きをやってるよ。なんと一等は超豪華ドデカクマさんぬいぐるみ。これはやるっきゃないよね。はい、残念、外れ。もう一回。悪いな坊や。福引きはチケット1枚につき1回だ。そら残念賞だ。妥協を覚えたら大人への第一歩だぜ。これやるよ。アリタとお姉さんたち、本当にもらっていいのか？別にいいよ。俺ぬいぐるみなんかいらねえし。その代わりちゃんと決めろよ。ああ、はい、残念、外れ。チャンスを生かせない人間なんて致命的だぜ坊主。大丈夫大丈夫、私たちのもあげるから、あと3回できるよ。外れ外れ。ごめんなさいごめんなさい。ここまで来ると才能だな。あと1回で最後だぞ。これが最後。夢にぬいぐるみプレゼントするんだ。7等だな。7。はい、これ。ごめん夢、こんなのしか。わあ、かわいい。これ夢にくれるの？これでいいの？クマさんは？夢のクマさん怪我してるけどここにいるよ。そっか。お兄ちゃん、それ夢につけて。